はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。え本日ですね、まあ、5月時点の資産状況ですかね、というところの共有というところで、はい、動画撮っております。よろしくお願いします。はい、資産 OK ですけども、今950万ぐらいになっておりまして、えっ、ー、と、FX とかに50万円入ってたりするので、これ実質、まあ900万ぐらいになりますかね。 はい保有商品のところですけども株系が860万ぐらい、はい、ありまして、えー、うち国内株式が500万、えー、アメリカが300万という形で、まあ、どちらもちょっとだけ増えたかなという感じになってます。はい <laughs> でえっとまあ何買ったかというところなんですけども、まあ、ちょっと今年こ今月は結構ですね負けてまして <laughs>。 はい、決算またぎの信用取引もめちゃくちゃ負けましたし、はいまあ、持ってるあの保有株っていうところもです、ね、あの愛知フィナンシャルグループだったりだとかも結構下げ,たり下げましたし、えー、山大山財産ネットワークスだとか損保とかっていうところも若干下がったっていうところがありまして、私の,あのメインの株は結構下がってる印象ありますね。はいはい、が、もともと不明家だったので、さすがに あの含み損にはなってはないですけどもまあ大きくあの評価益っていうところを減らしたっていう形になってますはいでえっ、ー、と実家評価額でいきますとまあそういう意味で1件もマイナスですし東方アスレチレンとかもなんかマイナスに転じてますしはいまあいろいろマイナスのものは多いかなっていう感じですかね はいであの買った銘柄は先日あのご紹介しましたグローブライドですかねこの銘柄ははい買いました <coughs> はいグローブライドですけども、えー、釣り具だとかまあ、そこら辺の、えー、っと商品取り扱ってたりしますかねはい釣り具で世界トップ というところがありますので、まあ、シェアもあるっていうところであとですね、累進配当を導入したというところになりますので、まあ、非常にあの配当があ、累進配当というか、あれか、増配、基本増配するぞ宣言をしているので、まあ、そこに引かれて買った形になります。でさらにですね、あの優待ございまして、 えっと、100株で一応1000円のクオカードがもらえるっていうところで、3年以上保有することで、まあ、あの、クオカードの金額が上がるっていうところがありますので、まあ、ちょっと1000株は高かったので、100株保有したって形になってますが、まあ、もともとこれ、配当利回りがですね、4%ぐらいありますので、で、増配銘柄って考えると、もう,もうちょい買い増ししてもいいかなっていうところで、はい、引き続き、まあ、狙ってる感じの銘柄です。こいつが、あの、大きく、あの、増えましたかね。 はい、で、あとは、えっ、ー、と、ベライゾンコミュニケーションズっていう、まあ、これもアメリカ系の会社になってまして、まあ、一応、経済的には金利が上がって、不景気状態になりますと、通信系のセクターが上がるっていうのが、まあ、あの、セオリーになってますので、まあ、日本よりもアメリカの方が人口多いから、ベライゾンコミュニケーションズ、これ通信系の会社ですけど、買っとこっかなっていうところで、100株ぐらい買い増しをしました。はい。まあ、この2銘柄が大きく増えた銘柄ですかね。 はい、でまあえっ、ー、と狙ってる銘柄はですねまああるんですけどちょっとどうしよっかな紹介してもいいんですけど結構買っててですねあのシェアリングテクノロジーっていう会社3989を550万ぐらい買い建てで持っ,て持っちゃってるんで保証金率も今低いですしはいまあこいつ買ってる感じになってます。 はい、若干マイナスですけども、えー、配当が来た、えっ、ー、と、初配ですかね、まあ、初めて配当したっていうところで、利回りも2.8%ぐらいありますし、えぐりいキれスとかも非常に伸びているっていうところがあり、まあ、かなりあの挑戦してますね。はい、これ、動画上げていいのかな。まあ、そんな時価総額、まあ、時価総額はちっちゃいんですけど、まあ別に大丈夫でしょう。まあいい目柄ではありますが、あの非常に需給悪いですね。 はいでまあ、基本、ちょっとあんま売らないかなというか、まあ、9月が権利日なので、ちょっとそこに向けて、はい、保有しているような感じになっています。で、えー、と今月の、えっ、ー、と、損益ですかね、っていうところを見ると、まあ、結果、プラス3万円になっているという形で、まあ、一応、ギリギリプラスではありますけども、もめちゃくちゃ負けましたね。はいまあ、ほぼ信用なんですけど。 現物の取引はしてないかな、さすがに。現物の取引はしていないはずですけど、うん、してないですね。まあ、全部信用の取引だけで、えー、なってますが、まあ、ちょっとギリギリっていう形になってます。はい。で、まあ、今後の投資戦略なんですけども、まあ、一時期ですかね、あの、恐怖指数とか4月中旬、下旬とか上がってて、 まあ、下がってたので、まあ、ちょっと、あの、強気で買いは、えー、買い進めてるって形にはなってますが、まあ、ニューヨークダウとか見ると、これ、為替か。ニューヨークダウと、これも <laughs>、これ、債券ですね。あれ、ニューヨークダウか来ないな。うーんと、入れてないかな。<laughs> ダウとかを見ると、若干、こう、 なんていうんですかね、ダブルトップじゃないですけど、高値圏行ってるのかな、みたいなのも見えますし、まあ、移動平均線的にはプラスになっていまして、まあ、そこの下限値にいるので、まあ、これからは上がりそうな気配してますけども、まあ、どっちつかずの状況ですかね、ここら辺みたいに綺麗に上昇ってわけじゃなくて、若干こうトップつけてから、はい、今、あのー、レンジの中にいるような感じになってますので、まあ、どっちつかずではありますけども、まあ、6月は、 そうっすね。移動平均線も交わってるので、もちろんこのまま落ちる可能性はありますが、まあ引き続き、こう、レンジの中かもしくは右肩上がりで上がっていくんじゃないかなっていう読みですね、ダウの方は。じゃあ、まあ日経どうなのっていうところですけども、ちょ日経平均はですね、ちょっと微妙ですね、ダウよりも悪くてテクニカル的には、もう完全にこれ、あの高値からもう下がって切り下げている状況で、移動平均線も短期のものとかは、もう下落トレンド入りしちゃってるので、 結構わかんない状況ではあるかなと思います。はい。まあ、なので、まあ、どちらに転んでもいいような感じの、えー、っと、ポートフリオ構成っていうところにしております、うん。ちょっと信用は多すぎなんであれですけど、はい。あの、まあ、リスクヘッジとかは他でやってるので、いいかなって感じですね。 であと気になる為替とかもありますけども、まあ、個人的にはこれ円安ですかね、まだ。テクニカル、チャート見ても右肩上がり、移動均線全部、えー、右上がってるので、円安雰囲気のところに、えー、トレンドかなと思っておりまして、はい、あのー <coughs>、あれですかね。 ま冒頭でご説明した通り、まあ、50万円ぐらい FX の方にお金入れてから、まあ少しだけ取引してるみたいな感じになってます。はい。私、基本、円安トレンドの時に、あの、ドル買いですかねっていうところをやるようにしておりますので、はい。まあ、それで、スワップ金利をもらいつつ、ちょっとだけ。 あのキャピタルも,もらおうかなみたいな作戦が FX 戦略になってますので、まあちょっとそこら辺で少しお小遣いを稼ぐみたいな感じでやってる感じです。はい。まあ、引き続きですね、あの暴落が日経の方は若干悪いので、まあ、暴落が起きたタイミングで、まあ狙っているような銘柄っていうのを、こう、ちょっとずつ買い増ししていくような感じの、はい、戦略になってまして、まあ今本当にいろんな銘柄あさってる途中ですね。 はい、あの三菱商事とかめちゃくちゃ高くなってましたけどあの最近気になってるのはあの銘柄ですねあのー、三菱重工ですね7011この銘柄は私暴落した時にお金なくて買えなかったんですけどこれ絶対買ってもいい銘柄だと私は思ってます はいまあ、売上高とか、まあ、右肩上がりで成長しているのは言わずもがななんですけども、まあ、累進配当を導入したっていう点と、まあ、あとはこの防衛ですかね書いてないかなありますよね防衛セクターっていうのが、まあ、本当に強くて、まあ、今あのすごい世界情勢悪いですよね戦争があの起きたりだとか、まあ、ロケット飛ばしてる国とかもありますけども,もうそういう意味で防衛って非常にあの意識高くなってまして国家予算の中でもあの非常に比重が高いので えー、案件拡境になってるっていうところの背景がありましてあのー、本当にあのここにお,お金集まってくると思うので、まあ、配当利回り低いですけど、まあ、これ買っといても負けにくい銘柄かなと思いますはいちょっと利回り低いので、まあ、配当好きの方からすると、まあ、若干物足りないかもしれませんけども望遠もありますしあとあの航空ですかね宇宙系の あのセクターとかもありましてまあ、幅広でやってるんですけども比重としては防衛とかあの大きいので三菱、まあ、ビビ重工は買っていいんじゃないかなって私は思いますねでむしろ買いたいですねはい、まあ、中継とかでもあの株主還元のところあの触れられてますけどうん 中継ないかなありますよね、さすがに。これですね。まあ、増配と安定的な配当と、あと DOE は4%以上を目指しますっていうところで、累進配当って宣言してないのかなうん、ちょっとすみません。累進配当とはなんか宣言してないですね。 まあ、DOE 採用しているというところで、まあ、自己資本ですかね、一株当たりの、えー、資産、純資産に対して、はい、あの配当を出すような施策、基本増配になり売りますので、EPS があの黒字であれば、この黄色いの防線ですかね、BPS っていうところもあの右肩上がりで成長しますので、はい、あの良い銘柄だとあの思ってます。はい、硬いですよね、こういう銘柄は。はい。 そんな感じですか、ね、はい、はい、というところで、まあ、ちょっと今モッカーのいろんな銘柄をあさっている形になってますのでまた適宜いい銘柄がありましたら情報を共有していきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、という形で以上ですありがとうございました。